どうもみなさんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話で、ね、まとめて紹介していきたいなと思います。ということでまずね、こちらですね、台湾観光局企画で個人旅行者に対して 台湾ドル5000ドル日本円して約ね2万円を抽選でもらえるキャンペーンをですね5月1日からね開始するということでこちらのエントリーがですね4月の28日の正午ぐらいからねなっているっていう風になりますんでこちらね台湾行かれる方はですねぜひね エントリーね、していただければなと思います。概要欄にね、公式サイト、えー、載せておきますので、ぜひね、参戦してください。で、応募資格はですね、外国の方、またね、台湾に滞在が3日以上で90日以内の方っていうふうになってますんで、この点をね、注意していただければなと思います。 こちらね、2万円もらえるんであれば、抽選にはなりますけどね、応募して損はないと思いますんで、ゴールデンウィークとかにね、台湾行かれる方はですね、ぜひチェックしてください。次にですね、ポンタポイントからジップイヤーポイントのね、交換開始になります。こちらですね。 今までですね、JAL マイルから ZIP エアのポイントっていうのはね、交換することができたんですけども、今回ね、ポンタポイントから ZIP エアのね、ポイントに交換することができるようになりました。しかもね、1ポイントね、1ZIP ポイントに交換することが、10日でね、できるっていうふうになりますんで、1ポンタポイントが一部 ZIP エアポイントにね、10日で交換することができて、またね、即時で交換することができるっていうふうになりますんで、これはね、便利でいいですよね。まあ一応、ポンタポイント っってていうのは au ペイプリペイドってありますよね、まあ、あちらにチャージして利用していただくとまた還元がついたりしますんでね、まあ、その方がお得だったりはするんですけどもオンタポイントから a u p a y プリペイドのチャージっていうのは 月2万ポイントまでしかね、交換することができないんですよね。ですので、まあ、航空券でね、2万円下回るってかなりね、まあ、レアだと思いますし、まあ、計画して交換するみたいなのもね、結構めんどくさいと思いますし、まあ、待ってたらね、料金上がったりいたしますので、まあ、これはね、もし見つけて利用したいって思った方は、まあ、すぐね、利用していただいた方が、まあ、いいのではないのかなと思います。 それでは次にですね、マリオットのホームビラのキャンペーンですね。こちらね、予告っていう風になっておりまして、まだね、公式サイトは見られないんですけども、3泊以上の滞在でマリオットポイントがね、4万ポイントがもらえるキャンペーンが 来るそうなんですよね。これね、ちょっと海外のブロガーの方がね、報じておりまして、公式サイトね、まだ出ておりませんので、またね、ありましたら、動画のね、コミュニティ欄の方でね、発信したいなと思うんですけども、ホームビラっていうのは、昨年ね、マリオットの、えー、プラチナ仕様で利用させていただきましたけども、 安いところはね、1泊6000円とかね、そのぐらいで宿泊することができるんですよね。ですので、まあ、これを普通に計算するとね、1万8000円前後で4万ポイントをね、獲得できるかもしれないっていうふうになりますんで、このままのキャンペーンでね、出たらかなりいいですよね。またね、正式情報がね、出ましたら、紹介ね、していきたいなと。 思いますそれでは次にですね、先日ね、こちらの動画で話させていただいた通りですね、アメックスからイディアへのね、チャージが封鎖されました。これがですね、実際、まあ何日ぐらいに封鎖されたのかっていう話なんですけども、4月の20日に私の動画は出てるんですけども、どうやらね、4月の17日からね、こちら塞がれたようです。私がね、何にも気にせずにですね、4月の17日にチャージしたのがありまして、それもね、もう0ポイントになっておりますんで、まあおそらくね、 4月の17日からこのアメックスからのイデアっていうのはポイント0にねなったって言った形になるんですよね。で、そのね、代替で紹介させていただいている、この息子にシールが貼られまくってるこの B43 カードなんですけども、こちらに関しては4月の20日にね、まあ、この情報が出回って、そのつ、 その後すぐにね、チャージしたんですけども、今現在ですね、こちら1000円チャージさせていただいて、ちゃんとね、えー、こちらヒル、えー、っと、マリオとアメックスでチャージしてますんで、えー、30ポイントね、ついているっていう風になりますんで、B4 さんに関してはまだね、利用することができるっていう風になりますんで、今ね、ヒルとアメックスの入会キャンペーンでね、パワーアップしておりまして、決済了をね、控えてる方いらっしゃると思いますんで、もしね、発行されたい方はね、概要欄に お得な発行方法をね、書いておきますので、ぜひね、そちらも利用してください。このね、b 4さんはね、無料で発行できるっていうのがね、いいですよね。それでは次にですね、中部国際空港のプライオリティパスで利用できる風の湯に関してなんですけども、こちらですね、1ヶ月先まで予約することができるっていうのをツイッターでね、教えていただきました。ですので、 プライオティパスでね、利用する際もこちら OK っていうふうになりますんで、まあ平日だったらね、そんな混み合うなんてことは多分ないと思うんですけども、まあこのね、プライオティパス自体がですね、非常に最近国内でね、利用することができるようになってきて、またね、中部国際空港をね、2カ所で利用することができるっていうふうになりますんで、結構ね、あの話題になっている部分もありますんで、まあ土日に関してはですね、できるだけね、予約していった方が、まあ無難なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ覚えて 置いいいいていただければなと思いますプライオリティパスで利用する際もですねこちら予約 OK っていうのをね聞いておりますので是非ねチェックしてくださいそれでは次にですねこちらヒルトンはですねエクスペディアと提供する、ね、フライトを組み合わせてね利用することができるサイトヒルトンゲットアウェイドットコムっていうのを提供開始いたしましたこちらね一応 OTA まあ予約代行サイトになるわけなんですけども運営してるのはねヒルトンっていうふうになりますんでこちら、ね ステータス特典とかも利用することができるっていう風になるんですよね。ですのでちょっとこちらはね今後安かったら使ってみたいななんていう風に思うんですけども、まあ、私のスタイルとしては飛行機はマイルで取ってホテルは別で取ることがね、まあ、ほとんどですのでこちらパッケージって になってますで、飛行機とホテルをね、組み合わせるみたいな感じになるんで、まあ、なかなか利用する機会ね、ないと思うんですけども、まあ、これでもですね、ステータス特典が利用できるっていうので、もしね、安いのがあればですね、まあ、利用していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、一応ね、こういったのがあるよっていうのは、ぜひね、覚えておいてください。概要欄にね、公式サイト載せておきます。 それでは次にですね、ブリティッシュエアウェイズのマイルであるアビオスってありますよね。このブリティッシュエアウェイズがですね、このアビオスを使って、アビオス限定のフライトをね、開始するっていうのを発表したんですよね。これ非常に面白いですよね。要は飛行機に乗ってる人は全員マイルで発見した人だけって言った形になるんですよね。こういったね、施策が、えー、ブリティッシュエアウェイズの方で 発表されました。まだね、試作段階みたいな感じで、初回のフライトはね、2023年の11月の3日、ロンドンガトウィック空港からエジプトのシャルム・エル・シェイクで予定されているっていう風になっておりまして、こういった感じで、価格はですね、現金とアビオスで、この比率によって、まあ必要アビオスが変わってくるっていう風になるわけなんですけども、まあ1ユーロプラス27,500アビオスで路線が利用することができるっていう形になります。これがね、一番 アビウスを使ったバージョンですねどんどんお金を払う利率が多くなるとこのアビオスのね必要マイル数も下がるようになっているっていった形になりますこれ面白いですよね是非ね日本ではですねやはりね ANAJAL 周りでね貯められている方多いと思いますのでこれね ANA とか JAL とかでねちょっと一回やってみてほ欲しいですよね実際その有名な路線とかにこれを入れてどれぐらい埋まるのかっていうのもねちょっと 気になるところですよね一応ねこのロンドンガトイック空港からエジプトシャブルシェル エイクで予定されておりますけどもまあ、海外のブロガー曰くですねこの路線ってめちゃくちゃ本数飛んでるみたいでまあ、ほとんど埋まんないんじゃないかみたいなことをねまあ、報じられているわけなんですけどもまあでもこういったのはね結構面白いですよねで2023年以降ですねこの BA マイル専用フライトっていうのは、まあ、どんどんねあのやっていくみたいなのでもしね気になる方は公式サイトね概要欄に載せておきますのでぜひね チェックしていただければなと思います。このね、ブリティッシュアウェイズのマイルっていうのは、2020、いや、19年ぐらいまでか、非常にお得に使えてたので、マイルを貯めて持たれている方ね、結構いらっしゃると思いますので、まあ、一つの使い道としてですね、覚えておいていただければなと思います。 それでは次にデルタ航空のマイルで減額マイルキャンペーンがね、今やっております。こちらね、ちょっとキャンペーンなのかたまたまなのかわかんないんですけども、2024年の3月ぐらいでですね、検索していただくと、こういった路線が出てくるんですよね。2万3000マイルプラス6290円で、 羽田からロササンゼルススのエコノミーーークラスががチャージなしでで、ね、発すすることができますデルタマイルということで、昔ね、デルタ航空っていうのは日本旅マイルだったかな。まあ、あの、国内の特典航空券の控えをね、デルタ航空に送ると500マイルがもらえるっていうね、ちょっとよくわかんないキャンペーンがあったんですよね。しかもそれが結構長期間やっていて、マイラーの方とかね、特典航空券の控えを送るだけだったので、 デルタマイルね、持ってる方結構いらっしゃると思いますので、東京からロサンゼルスでね、2万3000マイルってめちゃくちゃいいですよね。ユナイテッド航空よりこちらね、少ないマイルで発見することができるっていう風になりますんで、こちらね、気になる方ぜひね、チェックしていただければなと思います。普通にね、東京からロサンゼルスで来年の3月あたりでね、検索していただくと、こういったらね、出てくるっていった形になります。 それでは次にですね、スターラックス航空がなんとですね、アラスカ航空とパートナーシップ開始をね、 発表いたたししました以前ですね、スターラックス航空っていうのは、ステータスマッチでね、私の動画でもね、取り扱ったことがございますので、ステータスね、保有されてる方結構いらっしゃると思うんですけども、今回ね、アラスカ航空とパートナーシップをね、開始いたします。スターラックス航空っていうのはですね、米国系の航空会社にね、パートナーがいませんので、他のマイレージサービスでね、航空券を抑えることができないんですよね。ですけども、今回ですね、アラスカ航空とパートナーシップ開始ということで、 2023年の夏頃、だからもうあと数ヶ月後にはですね、このアラスカ航空のマイルで、スターラックス航空のね、航空券を抑えることができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。まあ、あの、ファーストクラスはね、残念ながらマイル発見できないみたいなんですけども、エアバス350のね、ビジネスクラスとか、こちらね、利用することができるということで、かなりね、楽しみですよね。で、こちらね、キャンペーンが一緒に始まるようで、これね、公式サイトまだ載ってなくて、 海外のね、ブロガーが報じてるんですけども、必要マイル数は期間限定で、タイペイ・ロサンゼルス路線が、エコノミークラス2万マイル、プレイコ4万マイル、ビジネス6万マイルということで、またね、サーチャージとかね、ちょっとはまだわからないということで、ちょっとわからない部分ね、結構あるんですけども、これがサーチャージかからないでね、利用することができるようであればですね、スターラックス航空のね、ビジネスクラス、こういった形になっておりまして、 じゃあね、かなり豪華ででいいですよね2023年の夏頃からということでちょっとね開始になるのをね心待ちにしたいと思いますということで今回ですねちょっと細かい話ということで解説ねさせていただきました先日ねこの細かい話ね「大好きです」っていうねコメントをいただきましてありがとうございますそう言っていただけるとね非常に励みになりますんで是非ねコメントはね全部読ませていただいてるんで是非ねあのコメントね 何でもいいんでいただければなと思います。まあ、あの、誹謗中傷はね、ちょっと勘弁していただきたいんですけども、ぜひね、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。